緊急速報です。現場の田原山さん、いかがですか？はい、こちら先ほど園児を含む人質8名が無事救出されました。全員怪我などはないようですが、現在近くの病院に搬送されています。容疑者である音原田九郎は園内で死亡しているとのことです。警官は発砲しておりません。死因は確認取れていませんが、犯人は園内で死亡した模様です。これは夢か現実なら、僕はもう人殺しだ。そんなバカな、耐えられない、こんなもの捨てるべきか。でも腐った犯罪者は死んだ方がマシだ。不思議な世界が輝いて見える。誰もが溢れる笑顔。このノートは世界を救う力を持つのか。これを見てください。共通点は何だと思います？全員服役中、複数の犯罪歴、殺人での有罪。6名全員凶悪犯だな。多分異常人格者だな。6名全員死にました。死んだ？はい。で、死因は？全員心臓麻痺で、ほぼ同じ時間帯に収監されていたのは3箇所の刑務所です。本当なのか、このノートは社会のゴミを消せるんだ。間違いなく殺せるなら変えられる、この世界をひねり上げる精神力だけど負けるものか。犠牲は覚悟だ、輝く世界をこの手で守るためなら、痛みも超えよう、できるのは僕一人だ。正義はこの手に委ねられた、世界を作り変えよう。違うもの、心の正しき、人々のためにすべての悪を裁こう。やり抜こう、僕こそ新世界の神だから。